はい、だいぶお腹減ってるんでクレクレ言ってますけどね。それじゃあこの子に次ね、おやつあげますね。おやつあげる前にね、この辺よく見えるけどね、ちょっと水しぶき飛ぶかもしれないけど、ごめんね。今朝お掃除した時の水だからね、おしっこじゃないから大丈夫だよ。はい、それじゃあ魚からあげていきます。はい、はい、むしゃむしゃとね、美味しそうに食べてますけどもね。美味しいかい？ほら、あんたどこ行くの？よし、はい、はい、よいしょ、はい、はい、今こうちょうどね、手かけてますけど、手の裏見えるし、見えるかな？あのね、こう、黒い肉パッド、肉球があったらね、あとびっちり毛が生えてんですね。足の裏もそうなんですけど、これよく言われてますけど、北極熊ね、生息地の北極で、雪や氷の上を歩くとね、その毛がね、つるつるっと滑らないように、滑り止めの役割を果たしているよと言われてるんですけどね、この毛がね。まあでもね、うちこうコンクリートの上で飼ってますんで、どうしてもちょっとこうすり減っちゃって、だいぶ短めになってるんですけどもね。まあでもそうやってね、毛がね、滑り止めの役割を果たしてるって言われてますけどね。はい、はい、はい、それじゃあね、この子紹介します。この子の名前、ミルクという子です。この子も昨年12月に誕生日を迎えまして、満5歳になったメスのクマ、女の子なんですけどね、この子ね、ミルク食べてる時遊ばないんだよ。先ほどキルル君のね、説明の時、ちらっと今年の春先ね、キルル君と同居一緒にしたんですよって言いましたけども、北極熊はメスのね、繁殖年齢適齢期というのがですね、満5歳以降からと言われてます。まあ、ですから去年の12月で5歳になったので、さあ今年の春はちょっといいかなということで、まあ同居したんですけどもね、まあまだミルクね、体調がそういう風になってなかったということで、まあ何もなかったんですけど、でも来年以降ね、非常にね、この若いカップルなのでね、この子たちの2世がね、早く誕生すればいいなということで、すごくね、期待されてるカップルなんですよ、この子たちね。よし、ね、お魚がなくなっちゃったんでね、次こんなものもあげてますよ。はい、はい、これね、お、そう、お芋、さつまいもです。茹でてありますけどね、こんなも好きなんだよ。え、ね、美味しそうに食べてるでしょ、芋でむしゃむしゃってね。これね、北極熊美味しそうに芋食ってるよってね。まあそれでもね、この子たちね、北極熊もね、熊の仲間なので、当然食性としましたね、雑食性と言いまして、何でも食べるんですね、この子たちね。まあ、ですけど北極熊に関しましては、まあ、住んでる場所非常に厳しい環境に住んでます。まあ、北海道のヒグマはね、山行ってブドウ食った、コクワ食ったと言うとまた違いますね。この子たち住んでる場所非常に厳しい環境に住んでますので、植物性のものそうそう食べれませんのでね、この子たち野生で本当は何食べてるのかなというとね、アザラシを思いとって食べてるというね、クマの中までは非常に肉食に偏ってるクマさんなんですね、北極熊ってね。まあ、ですけど動物園で飼ってますんでね、こう、まあ、栄養のバランスがいろんなこと考えましてね、いろんなものをやってるわけなんですけどね。毎日こんなね、お野菜もやってるんですよ、これね。これチンゲン菜です。こんなナッパも大好きなんですよ。はい、ね、見えませんけど今ね、サクサクサクっていい音させて食べてますけどもね。この他に小松菜だとかね、あと一年中通して普段やってるのはね、この白菜、この一玉コローンと毎日やってるんですけど、非常に大好きで食べてくれます、このナッパものもね。それこそね、約30年前近く、私ね、動物園で新人で入った頃はですね、先輩の仕事の手伝いでね、毎日こうね、カバとね、バケツ持って園内でね、クローバー狩りなんかした記憶なんかあるんですけどね、この子たちのおじいちゃんおばあちゃんにね、当たる子たちに、まあね、毎日クローバーだとかタンポポなんか買って食べさせてたんですよ。非常によく食べます。まあでもね、今ね、衛生上の問題がありますのでね、草買ってはやってはいませんけどね。でもこれナッパものなんかも非常に大好きです。うん、分かってあげるよ。はい、それではね、これね、この子の大好物、これトマトですね。トマトね、この子大好物です。はい、なんか美味しそうに食べてるでしょ、非常にね、満足そうな顔してね。よいしょ、この子ね、秋田の小川水族館というところで生まれた子なんですけども、この子の母親のくるみというのがですね、まあ、急の繁殖ということで、うちから嫁いでって、まあ、嫁に出した子なんですけども、一番最初に生まれた赤ちゃんは岸野の子だよということで、うちに帰ってきたわけなんですけども。
本当に秋田にいるね、子熊の時からこうトマトもらってて、トマトが大好物だというの聞いてたんでね、うちに来てからもずっと欠かさずやってますからね、はいはい、ね、あのこの子に毎日今ね、トマトね、1キロもやってるんですよ、これね、すごくたくさん食べるんですよ、喜んで食べるからね、なんか健康食品なんて言われてますから、今これね、おいしい、まあ、それでもね、トマトもね、まあ、今時期こう1キロコンスタントは上げれるんですけどもね、あの冬場になったらこれトマトって結構お高いお野菜なんですよね、こんなちっちゃい箱でね4000もするような時期もあるんですね、まあ、そんな時はうちの動物園もねちょっと恥ずかしい話ですけど財政的に厳しいので、そんなねトマトたくさんやってられないので、まあ、1個しか上げれないとかね2個しか上げれないなんて日もね冬場になったら出てくるんですけどね、まあ、それでもね私毎日こんな話してましたらですね、それ聞いたお客さんたちがですね、気遣ってくれまして、この子にトマト届けてくれるようになりましてね、去年の冬はコンスタントに1キロ毎日食べれたというね、まあ、言ってみるもんだなっていう話なんですけど、非常に助かったんですね、この子ね、ね、ミルク、はい、よし、よし、はい、それじゃあね、この子にね、先にこのね、デザートのリンゴあります、ちょっとね、格子に入りやすいようにカットしてありますけどね、よし、よし、あのね、はい、お前バッカだね、お前ちょっと今ね、普段ないハプニングですね、今降りた瞬間、顎がつけてましたね大丈夫かい、あんたね、今ね、さっきリンゴちょっとね、こう刻み入ってましたけどね、わざと刻んで、ここにスポンと入るようにやってるんですけどね、ここね、スポンと入んないとね、この子ね、イライラしちゃって手出しこうやって押さえながら食べるんですね、文句言いながら、ね、だから私こうやって普段こうね、何がこう餌あげてるけど、本当は実は危ないことやってるんですよね、いつ出てくるか分かんないもんでね、ですから手を出させない習慣をつけさせてですね、ですからね、こうね、入りやすい大きさにカットしてやってるわけなんですけどね、大丈夫、顎大丈夫だった、大丈夫ですね、はい、それじゃあこの子にも一口のねお肉持ってきます、こっちのこの子にはね馬肉の方持ってきようですね、よし、はい、ちょっとすいませんね、見えづらいかもしれませんけど、下に置いてこう引きちぎりながらね食べてるんですけどもね、うちの動物園ではね、この子たちにお肉はね馬肉と牛肉半分個ずつやってるんですけどもね、今バケツ裏でこうガバガバと持ってきたもんですから、特に選んで持ってきなかったんでね、この子にはね、馬肉持ってきたんですけど、まあ、この子で大体1日全部総量込みで11キロぐらいの餌を食べてるんですよ、美味しかったか、よし、それではね、実はもうこれでバケツが空っぽになっちゃったんですね、それでもうね、間が持たなくなりますんで、私もちょびっとお話はもうやめますけども、ホッキョクマですね、よくね見た目からですね、皆さん、まあ、俗にこう白クマさんと呼んだりしますね、この子たちのことね、まあ、白く見えてるから白クマさんって言ってるんでしょうけどね、まあ、でも実は白く見えてるけど、この毛本当は白くないんですよって話を私毎日してます、これね、知ってたこの子たちの子ね、実はね白い色じゃなくて本当は透明なんですね、色のない毛がたくさん生えてるんですね、透明な毛でね、そしてね、中が空洞になってるんですね、一本一本、まるでこうストローのような毛って言ったらいいのかな、透明でストローな毛になってます、またこの子たちの毛ちょっと作りが違いましてね、光通すんですね、で光がですね、毛の中を通っていくときにですね、まあ、乱反射して白く輝いて見えてるって、まあ、産卵光というやつですからね、ですからこうね、キラキラして白く見えてるということで、厳密に言うと白い色はないということなんですね、本当は全部透明な毛なんですね、またミルクちょっと顔上げてごらん、ちょっと今日は顔上げてくれませんね、顔上げた時ちょっと鼻筋なんか見ていただきたいんですけど、ちょっと黒っぽく見えるかと思います、この辺全体的にね、例えばこの子たち毛全部刈り取って裸にしたらね、真っ黒いクマが出てくるんですね、中からね、皮膚の色が真っ黒なんですね、鼻先のここと同じ色が全身広がってます、鼻の色と同じ色がね全部広がってるんですけどね、これも先ほど言いました毛とね絶妙な組み合わせでできてまして、先ほど毛光通すって言いましたけどもね、光が通るということはね皮膚まで光が届いてるんですね、すると黒い皮膚で効率よく光を吸収して熱に変えているという、黒い服着てこう太陽に当たってるとポカポカしてきますけど、まああれと同じことなんですけど、また毛が空洞になってるよと言いますけど、毛が空洞になってるということで体の周りにこう空気の層が多くできてるんですね、この子たちね、すると非常にこの子たちの毛って保温効果が高いんですね、自分の体温を外に逃がしづらくなってる、また冷たい外気がね外に入りづらくなってるね、本当に私たちこうダウンジャケット着てるのと同じような状況になってるんですね、この子たちね、まあ、そんなね、毛だとかね、皮膚、こんな組み合わせで、ね、この子たち、寒い北極でも住んでられるということですね。
またこの子たちちょっとクマ、他のクマの子の種類に比べてね、耳がちっちゃかったりとかね、まあ、手足が短かったりとか、あんまりね、体が出てる部分も小さくなっているということなんですね、この子たちね。先ほどからもうミルクも急におとなしくなってますけどね、この子肉もらったら最後の合図になってますんでね、これ以上何ももらえないと分かってるからもう諦めてるということなんですよ、非常にね。まあでも今日皆さんのためにね、まだここにいてくれるからいいんですよ。肉食べ終わったら大概もう向こうのスマッコ行っちゃったりするんですけどね、もう飽きてね。まあ今日はまだみんなのところに顔見してるというね、まず今日はサービスするんですけどね。よし。はい、それじゃあね、今日もこれで全部きれいに食べてくれましたんで、これでおっきくまのパクパクタイムをね、終了したいと思います。じゃあどうもありがとうございます。どうもー。はい、どうも。よいしょ。